大池馬11レース、交流重賞のジャパンダートダービーです。能力偏差値ですが、B ランクが2等、C ランクが3等のレースになります。これから偏差値上位場の適正分析を指数グラフで解説していきます。最後に適正を反映した予想印を公開します。指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります。 黄色線は連帯目安のラインとなります。まず暫定丸を打ちました能力線偏差値1位3番の馬からです。2層前の羽田いで黄色線を20が回る優秀な指数をマークしています。能力的には相当高いものを持っています。全場比較してみると、この馬の赤色の前層のこの指数は相当優秀なことがよくわかります。 距離適正を見ていきます。距離は紫色の丸。今回は2000になります。えー、前走の東京ダービー2000では指数を大きく落としました。えー、2000は少し長い可能性が高いです。展開面を見ておきます。一角通過順位はオレンジ色の四角です。高指数の2走前、えー、羽田杯は 後ろからの競馬でした3走前は8番手からの競馬になっています後ろから差しが良いタイプですここで先行力分析シートを見ておきます一角進入予想図ですが逃げ馬3頭、先行馬3頭ということでミドルペースを予測します先行力で相当してみますとこの馬の先行力は中段グループに30秒 36で中断グループになりますここも後ろ目からの競馬になりそうです上がり指数を指数比較分析シートで見ていきますこの馬の上がり平均指数ですがですね、32で中断グループになります鋭い上がりの足があるわけではなく展開面ではマイナス評価した方がいいと思います 次に暫定20枚打ちました能力偏差値に6番の馬になります2層連続で黄色線を上回る指数をマークしています特に2層前の羽田杯は黄色線を20上回る優秀な指数をマークしています距離を見ていくと前走の東京ダービー2千では羽田杯より指数を落としましたしかし3層前4層前の 1008よりは指数を上げています。2000はこなすと思われます。展開面ですが、高指数の前走は8番手からの競馬でした。2走前の羽田杯は後ろからの競馬でした。後ろ込めからの競馬で差しがいいタイプだと思います。この馬の上がり指数ですが、 え、28で、下位グループです。え、後ろから指す鋭い足はなさそうです。え、次に、暫定黒三角打ちました、能力偏差値3位。え、13番の馬になります。え、2層前の中山で、キー予選を上回っています。 能力的には上位2頭に若干劣ると思います。距離を見ていきますと、前走の奏度は1870への距離延長で指数を落としました。距離延長は若干のマイナス評価をした方がいいと思います。展開面では、高指数の前走2走前ともに2番手からの競馬でした。この馬の先行力ですけれど、 61で2番手ですここは楽に高位からマイペースな競馬ができそうです。展開面ではプラス評価できると思います。次に暫定×を打ちました能力偏差値4位5番の馬になります。前走初めて黄色線を上回る指数を出しました。この馬指数の青線が右上がり傾向で、 まだ成長中です。まあ、さらに成長分の上積みを期待したいと思います。距離ですけれど、前走2000で指数を上げました。2000は適距離だと思います。展開面では、中段から、前走は中段からの競馬でした。この馬の先行力ですが、 34で下位グループです。ここは後ろ目からの競馬になり、なってしまいそうです。以上、適正分析を考慮した最終予想の印になります。20丸、本命20丸打ったのは6番です。距離、展開面でリスクはありますが、対戦成績で高評価しました。 対抗丸を打ったのは3番です。能力偏差値トップですが、距離、展開、対戦成績の面でリスクがあり評価を落としました。馬券的には20丸打った6番、丸打った3番、黒三角の13番、ここまで横一線なので、この3頭ボックスで3着は印から変えましょう。